これからしばらく僕がこのイベントの趣旨についてご説明させていただきます。今日は問いを生み出すっていうことで、その皆さんに問いを作っていただくことをメインにしたワークショップです。で、私は進行役を務めます八重樫徹と申します。どうぞよろしくお願いします。このスライドの右と左に出ている生き物は皆さんのテーブルの上にもいて、お手元のクリアファイルにも描かれていて、あとこのイベントの告知にも出てたかと思うんですけど、これについては後でご説明いたします。皆さん気になっている人もいるかもしれないんですけど、後でちゃんと説明しますんで。はい、でまず私の自己紹介なんですけれども、八重樫徹と申します。早稲田大学と東大の大学院で哲学を学びまして、今は大学総合教育研究センターというところで、特任研究員をしています。で、この後で説明する東大テレビ、東大テレビっていうウェブサイトがありまして、今日撮影しているのは、それでこのイベントを公開するためなんですけども、その東大テレビの仕事なんかをしています。で、哲学の中での専門領域は現象学とか現代倫理学なんですけど、これはあんまり関係ないんで気にしないでください。あと、文京区青少年プラザ B ラボっていう施設が、この東大の近くにございまして、そこで中高生向けの哲学対話イベント放課後フィロソフィーというのを定期的にやっております。で、東大テレビなんですけども、東京大学で開催された公開講座ですとかシンポジウム、要するに授業以外のイベントを撮影しまして、ウェブサイトで公開しているというサービスになります。で、こちらはその会員登録もなく、無料でどなたでもご覧いただけますので、ぜひご関心のある方はご覧ください。で、最近になって YouTube の中に東大テレビっていうチャンネルを作りまして、そちらの方でも動画を公開しております。で、コンテンツとしては、いろんな有名人の講演なんかもありまして、羽生善治さんとかトマ・ピケティとか、あとマイケル・サンデルといった人たちの講演なんかも公開しています。で、今日のイベントもこちらで撮影しまして、公開させていただくので、事前にお伝えしている通りですけれども、ご了承ください。はい、で、東大テレビのキャラクターピピリっていうのがいまして、これはですね、今年作ったんですけども、クリアファイルを作ったりですとか、ウェブサイトや YouTube に登場させたり、いろんなところで活用しております。はい、でですね、これから今日のイベントの話をするんですけども、今日哲学塾っていうことで、皆さんの中には哲学にご関心のある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、その哲学をするってどういうことなのかについて、説明するとすごく長くなるんで説明はしないんですけども、ちょっとイメージをつかんでいただくために、これから例を挙げてみたいと思います。で、皆さん、知ってる哲学者っていますか？なんか哲学者の名前知ってるっていうのがいたら、ちょっと挙げてみてください。さっき見えたカンカント。他にはどうですか？はい、ソクラテス、ソクラテス、いいですね。プラトン、アリストテレ。はい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 。他にあるよっていう人いますか？エルクソン。なるほどなるほど。はい、カントとソクラテスが出てきたらもう十分です。これからお話しするのはカントとソクラテスがまさに出てくる話なんですけども、まずカントっていう人がいて、18世紀のドイツの哲学者ですね。で、この人が哲学することについてちょっと面白いことを言っていて、哲学は学べないよと、学べるのは哲学することだよと。カントはこんな砕けた言い方しないんで、もっと重々しい言い方をしてるんですけども、こういう趣旨のことを言っています。これどういうことかっていうと、その哲学っていうのは普通の科学、数学とか、物理学とかと違って、与えられた学問としてあって、
教科書なんかを読めば学べるっていうものじゃないよっていうことですね、一つは。で、哲学を学ぶとしたら、それ哲学することを学ばなきゃいけない。哲学っていうのが与えられてそれを学ぶ、受動的に学ぶんではなくて自ら哲学をするっていうことを僕らは学ぶことができるっていうことです。で、じゃあ哲学するっていうのはどういうことなんだっていう話になりますよね。で、その例としてソクラテスの話をしたいんですけども、ソクラテスは古代ギリシャの人ですね。このお世辞にもハンサムとは言えない、おじさんがソクラテスなんですけども、この人は古代ギリシャのアテネの町でいろんな人にこう問いかけをしていたわけですね。どういう問いかけかっていうと、例えば、勇気って何？勇気って何ってまず問うわけですね。そしたら対話の相手が、忍耐強さじゃないかなと答える。で、それに対してふーんと、ところで勇気っていいものだと思う？まあ勇気っていいものだよね、確かに。っていうと、あ、そう、じゃあ勇気は忍耐強さだと。で、忍耐強さは良いものだってお前は言うんだなと。まあそういうことになるよねと。で、そしたらソクラテスはさらに問いかけるわけですね。じゃあ何もしてないのに、牢屋にいられたと。そこで黙って我慢してる、これも忍耐強さって言えるけど、それは良いことか。いや、そこはやっぱ怒るべきでしょう。忍耐強く我慢してるところじゃないでしょうっていうふうにまあ思いますよね、普通。で、そうすると、じゃあさっき忍耐強さっていいものだって言ったじゃん、あれ嘘だったの？そしたら相手はまあ困っちゃう。忍耐強さは常に良いわけじゃないってことに気づかされるわけですね。じゃあ良い忍耐と良くない忍耐があるっていうことだね。でもさっき勇気イコール忍耐強さってあなたは言ったけど、勇気は常に良いものなんでしょ？でも忍耐強さは常にいいわけじゃないっていうふうに今対話相手が確認したと。そしたら最初の考え、忍耐強さ、勇気イコール忍耐強さっていう考えは間違ってたっていうことが分かるわけです。ソクラテスはこの間ずっと問いかけをしているだけですよね。で、自分の考えを全く述べてない。相手がソクラテスに問われて答えるっていう形で自分の考えを述べて、で、それが間違ってるっていうことが明らかになると。で、そしたらソクラテスはさらに、じゃあ勇気は忍耐強さじゃないって認めるんだね。じゃあもう一回聞くけど、勇気って何？っていうふうにさらに問いかけて対話が続いていく。まあソクラテスの出てくる対話編、これはプラトンっていう人が書いたんですけども、この対話編ではこういう感じでソクラテスが問いかけるっていう形でその哲学が行われていくわけです。で、そうすると対話相手は対話相手も、まあもちろんものを考えているわけですけど、対話を主導しているのはソクラテス。で、ソクラテスが哲学者としてこの対話編の中に出てくる。そうすると哲学者の役割っていうのは問うことだということになると思います。哲学することって何なのかっていうと、まず問うことなんじゃないかというふうに考えられます。で、もちろん哲学することって何なのかっていうといろんな答えがあって、その哲学することはこういうことだってバシッと説明するのは難しいんだけれども、一つ皆さんにイメージを持っていただくために今の話をしました。問うことっていうのは哲学することとすごく関係がありそうだっていうことだけ、まあ分かっていただければ、OK です。で、哲学対話っていうものが今流行ってますよね。ご存知ですか？知らないっていう人もいるかもしれないけど、哲学って結構今流行ってて、いろんなところで哲学対話とか哲学カフェっていうようなイベントが行われています。で、まあいろんな種類のものがあるんですけれども、
哲学カフェっていった場合、これもともと本当カフェ、喫茶店でやっていたものなんですね。フランスで始まったんですけども、そのカフェに普通の市民が集まって、この哲学っぽい話をする。ここではその参加者が自分の考えを深めるっていうことと、それから多様な意見を聞く、いろんな人の話を聞くっていうことに重点が置かれていて、参加した人は自由に話すわけですね。これが哲学カフェ。それから哲学対話って言われるものは、いろんな形式のものがあるけれども、日本で行われているものの多くは、その P4C っていうのがあるんですけども、これ子どものための哲学、フィロソフィー・フォー・チルドレンっていうやつです。これはハワイで始まったもので、もともとは学校の子どもたち、小学生とか中学生とか高校生とか、そういう子どもたちに向けて行われていた取り組みですね。でここでも、それに参加する子どもたちが自由に話すっていうことに重点が置かれていて、だから先生の側は安心して子どもたちが話せるような場所を作って、で例えばその人の話にちゃちゃを入れたり、こう攻撃したりしちゃいけないよとか、そういうインストラクションをして、で自由に安心して話せるような場を作る、そういうのがP4C から始まった哲学対話っていうものです。で今日皆さんに参加していただくこの問いを生み出す哲学塾っていうのは、どういう特徴を持っているのかっていうと、これ1回目でこれから始まるものなんで、まだその確立されたものじゃもちろんないんですけど、問いを皆さんに作ってもらうっていうことに重点を置きたいと思っています。だから話すことよりは問いを作る、問いかけるっていうことを皆さんにしていただきたい。もちろん話して自分の意見も言っていただいて構わないっていうか、やっていただくんですけども、さっき言ったように哲学することっていうのは、問いかける、問いを作るっていうこととすごく密接な関係を持っているので、まず問いを作るっていうことをやっていただきたいというふうに思っています。でこの問い、質問を作るっていうのも結構今流行っていて、そのいい質問をするにはどうすればいいかっていうような本がいろいろ出ているわけですね。その中でこのたった一つを変えるだけっていう本があって、これは問い作りっていうものを学校の授業に取り入れることで、いろいろいいことがあるよっていうことが書かれた本です。で僕もこのワークショップを企画するときにこの本を参考にしています。でただ今出てきた本には全部質問っていう言葉が使われていて、で今日のこれは問いを生み出す哲学塾っていうことですよね。で問いと質問って言葉として違うじゃないですか。でどういう違いがあるんだろうって疑問に思う方もいるかもしれない。でピピリも疑問に思っているわけですね。でこれはですね、同じといえば同じです。どちらもクエスチョンですよね、英語にしたら。だから同義語と考えてもいいんだけども、ただ僕らがこの問いっていう言葉と質問っていう言葉をどういうふうに使っているかっていうのを考えてみると、いくらか使い分けがあるような気がします。例えばあなたは今、哲学的な問いをしましたね、それは哲学的な問いだねっていう言い方はするけど、哲学的な質問だねってあんまり言わないような気がするんですよね。でちょっと考えてみたんですけども、質問っていうのは特定の人、あるいは特定の人たちに向けて何か答えを求めてするものだと。で質問したのに答えが返ってこなかったら、それは意味がないと、質問した意味がないっていうことに多分なる。でも問いっていうのは必ずしもそうじゃなくて、問いっぱなしでもいい、特定の人に向けてなくても問いを立てることはできると思います。例えば哲学者が本を書くとき、いろんな問いを立てますよね。で、それは誰か特定の人に向けられているわけじゃないし、それに答えを誰かが与えてくれるっていうふうにも思っていないと。
だからここでカントはこういう問いを立ててますっていうのは正しい。そのカントの哲学を説明するときに、カントはここでこういう問いを立ててるっていうのは正しいんだけど、カントはここでこういう質問をしていますって言ったらちょっと変なんですよね。っていうような違いがあるっていうことをちょっと頭に置いた上で、今日のワークショップを皆さんにやっていただきたいというふうに思っているんですが、今日の流れとして、まずはアイスブレイクということで皆さんに打ち解けていただくために、各グループでちょっと自己紹介をして、ちょっとしたゲームをやっていただきたいと思っています。で、その後、動画を見ます。これは東大テレビで公開されている動画なんですけども、哲学と関わりのある動画です。で、それを見ていただいた後に、問いを作るワークを各グループでやっていただいて、その後10分間休憩を取ります。ワークは問いをたくさん作っていただくというワークなんですけども、その後に、問いを選んでもらって、その後その選んだ問いを使って議論をしてもらうと。議論は15分ぐらいです。という流れで進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。ではまずアイスブレイクということで、それぞれのグループでまずお一人30秒ぐらい簡単に自己紹介をしていただこうと思います。お名前と所属と、それぐらい、あと何か一言言いたいことがあれば言ってもらうと、一人30秒ぐらいで短く自己紹介をしていただいて、その後互いに質問をし合って、グループの皆さんの共通点を探してみてください。で、その共通点っていうのは何でもいいんですけども、外見でわかるもの、例えば、皆さん女性だとか、そういうのはダメです。外見で分かるものとか自明なものはダメで、もうちょっとこう、なんて言うんでしょう、意外な共通点とかが見つかるとすごくいいなと思います。ではどうぞ 始めてください。携帯会社のものです。ソフトバンクです。中原先生のフェイスブックでこの機会を知りました。なるほど、なるほど。あ、そういう人多いだろうなと思いました。 どうですか？ここはみんな運動経験というか、スポーツをやったことがああ、なるほど、部活として。いいですね。こちらは全員高校の教員です。ああ、それはすごい。ピンポイントな点で。ありがとうございました。皆さん、うまくこう打ち解けられたようなので、次に行きたいと思います。次は動画を見ていただくんですけれども、東大テレビで公開しているマイケル・サンデルの、ハーバード白熱教室 in Japan という動画です。動画の一部です。これはちょっと古くて6年前ぐらいなんですけども、マイケル・サンデルっていうアメリカの哲学者がいて、これからの正義の話をしようっていう本なんかが日本でベストセラーになりましたけども、その人が東大に来て安田講堂で講演した時の模様です。で、これを見ていただくんですけども、その内容が大事というよりは、どういう問いを出しているか、そのサンデルが東大の学生やその他の参加者の人たちに対していろんな問いかけをしているんですけども、その問いかけにちょっと注目してみてください。で、いくつ問いを出しているのか、またどんな問いを出しているのか、その出している問いにどういう変化があるのか、そしてその問いを、問いかけることでどういう答えをサンデルは引き出そうとしているのか、
そういったことに注目しながら見てみてください。でメモを取っていただいて構わなくて、そのテーブルに置いてある付箋をご自由にお使いください。ただまあたくさんの問いを出しているんで全部書き取ろうとすると多分無理なんで、まあ、いくつかだけでも拾えたらいいと思います。はい、動画は以上です。まあ、この後もいろいろ議論が続くんですけれども、とりあえずここで終わりにします。はい、ですごいたくさんメモ書いてくれた人もいますねたくさんの問いが出てきたと思うんですけども、ちょっとどういう問いが出ていたのか、振り返ってみたいと思います。はい、どういう問いをサンデルは出していましたかね。どなたからでもいいんですけども、こういう問いがあったよっていうのをちょっと紹介してみてください。どうですか。日本とパキスタンを比較しながら自国を優先するのか、それとも他国と平等に日本を扱うのかというと、ちょっと差別のところに注目してたかなと思います。そうですね、はい、他にはどうでしょう。根拠はっていうのは質問があったと思うんですよ。なんていうんですかね、お金が あればとかいろいろ、まあ、考えていたんだけど、はい、言われたその、元のというか、自国の困っている人と他国の困っている人だったら自国の方が優先するという、その根拠はという。あ、そうですね、そういうのもありましたね。サンデルが最初にしていた質問を分かる人いますか。バングラデシュの話が出てきたのは、最初ではなくてちょっと後なんですけども、一番最初にしていた質問どんなだっけ特別な義務みたいな。あ、そう、それどういう義務。自分の国の人を、他の国の人じゃなく自分の国の人を助ける特別な義務はあるのかどうかっていう質問だ、まあ、そういう趣旨の質問でした。でその次に、具体例として皆さん日本人が、バングラデシュで災害が起こって、で日本でも同じぐらいの災害が起こった時にバングラデシュの人よりも日本人を助ける義務や責任はあるでしょうかっていう質問をしていたんですね。でその質問に対して、ある人が答えていましたよね、学生さんが。でその答えに対してさらに問いかけをしていたと。さっき山形さんがおっしゃっていただいたように、あなたはこう考えるんだねと、日本人を優先すべきだっていう義務があるんだねと、その根拠はっていうふうに問いかけをしてました。でその後出てきた質問で何か覚えてるのありますか。はい、コミュニティとナショナリティの違い、そうですね、コミュニティとナショナリティ、コミュニティに対する責任っていうのがあると、それは国に対する責任と同じでしょうかっていうような質問がありましたね。他に何か覚えてるのあります。愛国心、そうですね、愛国心は良いものですか悪いものですか。大体それぐらいですね。全部で10個ぐらいの問いがあったんですけど、大体重要なのはそれぐらいでした。で、どういう意図があってサンデルは今言ったような問いをしていたと思いますか。何か意見がある人いらっしゃいますか。結構極端な質問だなと思って、で何を引き出すのかっていうのを、その極端な質問をすることによって、それが自分の中の正義なのかっていうことを試すというか、はい、そういうことを聞くことによって自分の意見をクリアにしていく、はい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 、自分の中に眠っている正義なのか、考えなのかっていうのをこう明らかにするということを引き出してみる。はい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 、そうですね、多分僕もそうだと思います。
最初は極端な質問、その意見が2つに分かれそうな質問をしていたわけですね。でその後一方の側の意見を聞いて、それに対していろんな質問をしていくわけですけど、それは相手の言ってることを明確にしようとしていて、相手がしている主張がどういう意味を持っていて、どういう帰結を持つのかっていうのを明確にするっていう目的があって、多分サンデルは今出てきたような質問をしているんだと思います。で、議論を触発するような問いっていうものがあって、それが時々哲学的な問いっていうふうに言われるんですけども、サンデルが最初にしていた質問はそういうものだと思います。他の国の人に対する義務よりも勝るような自分の国の人に対する義務っていうものがあるんだろうかと。他の国の人に対して自分の国を特別扱いするすべきなんだろうかっていう問いかけですよね。でこれについてはこう意見が分かれてたと。学生が手を挙げてましたけど、こう分かれてたわけですね。こういう意見が分かれる問いっていうのは議論を触発しやすいと。で哲学的な問いって呼ばれることがあると。まあ、この辺をちょっと頭に置いておいてください。で、後で、まず皆さんにたくさんこれから問いを作ってもらうわけなんですけど、そこではあんまり今言ったようなことは考えなくてよくって、とにかく何でも思いついた問いを出してください。で最後に問いを選んでもらうとき、この問いを使って議論をする、その問いを選んでもらうときに今言ったようなことをちょっと思い出してもらうといいかなと思います。じゃあ次に行きますけども、これから皆さんに問いを作ってもらいます。で、ただ何もなくいきなり問いを出してくださいって言われても困っちゃうと思うので、まず問いの焦点というものをお示しします。働くことは生きることっていう非常に短い文章がここにありますけれども、これがどういう意味なのかをちょっとまず考えていただいて、それにこれに関係する問いを作っていただきたいと思っています。これからやることの流れとしては、まず今の問いの焦点について意味を考えてください。でその後、それぞれお一人で問いを考えてください。で問いをそこのテーブル、各テーブルに置いてある付箋にどんどん書いていってください。でそれをグループで共有してもらいます。共有してもらうときにはここにあるボードを使うんですけども、各テーブルの脇に置いてあるこのボードに皆さんが書いた付箋を貼っていってもらいます。で私はこういう問いを考えましたというふうに共有していただくと。で他の人が書いた問いを見て、またさらにその思いつく、新しい問いを思いつくっていうこともあると思うんで、そしたらまた付箋に書いて貼ってもらうと。でそれをさらに共有してもらう、そういう流れでちょっとワークをやっていただこうと思っています。今の流れ大丈夫ですか？はい。で各問いは付箋1枚につき1つっていうふうにしてください。じゃあ始めましょう。まずは今の問いの焦点について考えてください。1分ほどメモなんかをしてもいいです。じゃあそろそろ1分経つので次に問いを出していってください。付箋1枚に1つずつ問いを書いていってください。
皆さん早いですね、取り出すの。じゃあここら辺で一旦問いを共有しましょう。ボードに座ったままだとやりづらいと思うんで立っていただいて、でボードに自分で書いた問いを貼っていってください。重ならないように見えるように。で貼り終わったらその問いを書いた人がちょっと、こういう問いを出したっていうのを紹介して皆さんで共有をしてください。生きているっていう状態をどうつないでしょう。じゃあ今とりあえず共有していただいたところで、もし何かさらに新しい問いを思いついた、生み出したいっていう人がいたら、というかいらっしゃると思うんですけども、もう一度それぞれ問いを出して付箋に書いてみてください。でそれを後でまたもう一回共有しましょう。じゃあまだ問いが出そうな感じもするんですけど、とりあえず今まで出たのを全部ボードに貼っていただいて、再び共有をしてください。じゃあすいません、ちょっと一旦ここで、はい、すごいですね皆さん、たくさん問いを出していただいて、見た感じすごい面白い問いもあって、でどうしてこういう問いを出したのかっていうのを話すところからもうすでに議論が始まっているような感じで、すごいですね。でこの後問いを分類してもらって、その中から議論する問いを選んでもらうっていう作業をするんですけども、その前に一旦ここで休憩を取りたいと思います。10分間休憩を取ります。でその間に、飲食されてもいいですし、 お手洗い行かれてもいいですし、あと、余裕があれば他のグループのボードを見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。きっと面白い発見があるんじゃないかと思います。はい、では一旦休憩とします。問いを出していただいて、とりあえずボードに貼ってもらったんですけども、このあと、問いを分類してもらいます。どういう基準で分類するかっていうと、すぐに答えが出そうな問い、答えが見つかりそうな問い、これが A と、時間をかけて考えれば答えが見つかりそうな問い、これが B、 それからいくら考えても答えが見つかりそうにない問い、これが C。ボードにですね、線を引いてもらって、で A、B、C って書いてもらって、でその、分けた中に、ここに今貼ってある問いを改めて貼ってもらうと、それぞれに分けて貼ってもらうというふうにしたいと思います。でそのボードに線を引くのにはテーブルの上にあるマジックなどを使ってください。その分類するときには皆さんで話し合ってくださって構いません。なかなかすぐに分類できないような問いもあるかもしれないんで、そういうときは話し合ってください。ただし必ず ABC のどれかに分けてください。A と B の間とかそういう中途半端なのはなしです。はい、
大丈夫ですかね。はい、では始めてください。これとかほとんど信じて、でもそんなことないです。これはいいです。でも働くことで得られる時間とか得られるの、こっちにするとイエスノーで答えるです、ね。うん、働いていない人だって言うと、そうですね、うん。結構分類するの難しかったですか？そうですか、難しかったですか？難しかったっていうところもあるみたいですけども、とりあえず ABC に分けてくださいましたね。で、これはそのこれからやることの、一つのステップであって、このあと問いを選んでいただくわけなんですけども、その選んだ問いを使って最後に皆さん各グループで議論をしてもらう、うん、でですね、その先ほどソクラテスの例を、対話編の例を挙げたり、あとサンデルの動画を見ていただいたりして、哲学的な問いってこういう感じかなっていうイメージを皆さん持たれてるかもしれないのですが、改めてここでその議論を触発するような、議論したくなるような問いっていうのはどういうものかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、僕の考えはですね、まず答えがすぐに一つに決まっちゃうような問いっていうのは あんまり面白くないと、うん、で、答えが2つ以上に分かれる、そういう問いの方がいいっていうのがありますよね、うん、そういう問いの方が議論したくなると。それから問いに対して自分の意見はすぐに出てくるんだけど、他の人は違う意見を持つかもしれないな、と他の人の意見聞いてみたいなって思うような問いっていうのがあります。そういうものも議論向きですね。あと、知識量によって答えが左右されないような問いの方がいい。つまり知ってる人はすぐに答えられるけど、知らない人は答えられない。そういうもんだとつまらないですね、うん、でさらに、答える取っかかりが見出せないような問いだとちょっと困る、うん、議論しようとしてもしようがないっていうことになっちゃいます。だから途方に暮れない程度に取っかかりを見出せるような問い、これが議論に向いた、議論を触発する問いの条件かなというふうに思います。で、そういうことをちょっと念頭に置きながら、これから各グループで問いを選んでいただきたいと思います。まあこれ先ほどお話した問いと質問の違いですけども、問いっていうのは特定の人たちに向けられたものじゃなくてもいいし、自分が得たい答えを得るためにするようなものじゃなくてもいい、そして誰も答えられなくてもいい、そういうものだと思います。特に、僕の考えではその問いの方が広い概念で、問いの中のある種のものが質問というふうに呼ばれていると。だから質問じゃない問いっていうのもあるわけですね。哲学的な問いっていうふうに言われるものは質問じゃない問いであることが多いのかなと思います。つまり議論したくなるんだけど答えが見つかるかどうかは分かんない、でも、これを使って考えてみたくなるような、そういう問いが多分哲学的な問いって言われるんじゃないかと、うん、はい。で、これから皆さんに問いを選んでもらうわけですけども、各グループのボードに今たくさんの問いが ABC に分類されて並んでますよね。その中からこの後
議論するための問いを一つ選んでください。結構難しいかもしれないですけど、一つっていうのはたくさん出てるので、あのぜひ皆さんで話し合って、あの一つに絞ってみてください。で、選んだ後にはどうしてその問いを選んだのかを、あの発表というか、あの話していただきたいと思います。なので、あのどういう理由でこれにするかっていうのをちょっと考えながら選んでみてください。はい、よろしいでしょうか。じゃあ始めましょう。すいません、じゃあそろそろ、それぞれのグループに選んだ問いとそれを選んだ理由を、聞いてみたいと思います。じゃあどこからにします？あのじゃあこちらがいいですか。一番先に選んでいたようなので。じゃあ私たちはですね、働くと仕事をするは違うのかっていう問いになっています。で、その選ぶステップとして、その抽象度が高い質問、イエスはノーで答えれるかどうかっていうのが結構ポイントかなと思っていて、例えば他ので言うと、その働く喜びって何なのかって言われると、2つに以上に分かれるっていうより、なんか論述みたいになってきて、結構それって議論ができないので、意見が対立できないっていう状況になるので、まずイエスはノーでそもそも答えるかどうかっていうことと、働くと仕事をするっていうのは似たようなものなんですけど、でも分類としては違うものになるので、そこから議論がどんどん深まるのではなかろうかという点で分けています。はい、はい、ありがとうございます。働くと、仕事をするは違うのかと。そうですね、おっしゃっていただいたように、基本的には、違うおは違わないというイエスはノーで答える、質問なんだけれども、それなりに抽象度もあり、議論を呼びそうな問いですよね。あの違う派と違わない派に分かれた時の議論がすごく面白そうですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ次にこちらのグループどうでしょう。学生は、社会人と学生の違いってそんなにないと思います。私は、学生は職場体験やボランティアなどで社会に少し携わっているし、うん、だからといって社会人は学生とは違って知識を身につけてないかというと、職場でいろいろ知識を身につけてたりするので、うん、なんだろうって思いました。うんうんうん、ありがとうございます。先ほどのグループと同じように A と B の違いを問題にした問いですけれども、こっちはイエスノーで答える形じゃなくて、違いとは何かっていう形の問いですよね。で、つまり学生と社会人は違うっていう前提が入っているんだけども、その違い多分あるんだろうけど、どういうのか分かんないから、これについて議論してみたいっていうことだよね。うんうん、はい、ありがとうございます。とてもいいと思います。じゃあ最後にこちらのグループどうでしょう。はい、私たちのグループでは非常に議論難航しまして、最終的に選んだ問いは働かずに生きていけるのかという問いです。で、なぜこれを選んだかというと、今回の問いの焦点が働くことは生きることということでしたので、そこを前提として、じゃあ働かずに生きていけるのかっていうところが、この逆説的で、なんかより
こう議論が深まるかなというふうに考えました。またその働くっていうこと自体もまた生きるっていうこと自体もその人によってこの定義がさまざま多様性が出てくるだろうということからあまり限定をせずにそのそれぞれが定義をしながらあの議論をしていけたらいいなというところで、はい、これを選びました。なるほど、ありがとうございます。働かずに生きていけるのかっていうのも形としてはイエスノーで答えるタイプの問いで、働かずに生きて働かなくても生きていけますっていう答えか、働かないと生きていけませんという問いに分かれるはずですね。けれどもそこで議論していく中で働くってどういうことなんだろう、生きるってどういうことなんだろうっていうその問いが発生して出てきて、さらに議論が多分深まっていくんじゃないかとそういうふうに期待される、すごく議論を触発しそうないい問いだと思います。ありがとうございました。いや皆さんすごいよく考えて選んでくださいましたね。では残りの時間、まあ、10分ぐらいかけてその今選んでいただいた問いを使って議論をしてもらおうと思います。もうここからは自由に、言いたいことを言ってくださっていいんですけども、まあ、一般的にその議論するときの、ルールというか注意点として、多分皆さん見てると全然大丈夫そうなんですけども、あの自分の意見を言うだけではなくて他人の意見をよく聞くっていうことですね。そして人の意見に対しては積極的に質問を しましょう。で、最後振り返りをするんですけども、その時に議論の中でどういう意見が出たのか、議論の中で新しい問いがまた出てくることもあると思うんで、どういう問いが出てきたのかと、そういうことをちょっとまああんまり時間取れないですけど、簡単に発表していただこうと思っているので、まあ、グループでどなたか一人その議論の、内容というか議論の中で出た発言を簡単にメモする初期係になってください。で、もちろんその初期係の方も議論に加わっていただいて結構です。そういう形で進めたいと思うんですけどもよろしいでしょうか。はい、じゃあ早速議論を始めてください。まず初期係2人決めてください。学生っていうのは何か多数派ですけど、多数派は親父さんですけど、社会人でいうと多数派は独立しているというふうに働いているというふうに捉えられるのは精神的にはそうだし、経済的にはそうだし、働くおじさん確かに違います。逆に経済的に切り替えて、どうしても経済的に切り替えて、どうしてちょっと一旦ここで、打ち切ってもよろしいでしょうか。いやすいません、ちょっと議論の時間が短いんですけども、多分もう1時間ぐらいあっても全然皆さん余裕で議論ができるんじゃないかと思います。多分その皆さん自身で出した問いを皆さん自身で選んでもらったので、すごい自分ごととして議論がいろいろできたんじゃないかなというふうに思います。はい、で今の議論で出た意見とか新たな問いをちょっと簡単に紹介してほしいんですけども、じゃあこちらのグループからお願いします。まずあの働く現実に高齢子ども高齢者障害者とか働かずに生きてる人もいるので、あのまた財産取りという人もいるんじゃないかという意味で働かずに生きていける人いるよって話があったんですけども、逆にその、働くっていうのはあの周囲 の影響なしに、まあ、一人で生きていけないというふうに考えるんだったら、その働かずには生きていられないよというふうに意見があります。あの でもそうなってくると、今度はじゃあ自給自足の人はあの他の人とコミュニケーションを取ってないんだけども、うん、あのまあ、金銭的な対価も取ってませんけども、あのそういう働き方もあるんですかね。だからちょっとあの、うん、枝分かれ して対立の意見があって、あと枝分かれしたところで終わりました。はい、ありがとうございます。じゃあこちらはどうでしたか。働くと仕事をするのは違うのかという質問に対して考えました。
全員違うんじゃないかという答えになって、その辺は議論、あの意見分かれて、あの同じだったんですけれども、働くと仕事をすれば、じゃあどう違うのかというふうに考えたとき、仕事の方は割と普段使いやすい言葉で、まあ、ことであるとか、どんなお仕事とか聞きやすい、あの答えが分かりやすいものが仕事じゃないかと。それで、それに対して働くは、まあ、働き方とか働きかけとかいう言葉もあって、型だったり、それからあの働くっていうのは生きることとすごくつながっているんじゃないか。働くことは生きることというのはあの成立するけれども、仕事をすることは生きることっていうことはちょっと成立しないんじゃないかろうかと。ちょっとそこからあの発展して、例えばあの同じ仕事でも第一産業の方、例えば農業の方であるとか、ああいったあの物を作っていくような仕事に対しては、仕事というよりも働くという言葉がぴったりくるような気がするねっていう話をしまして、うん、そういうことか考えると、仕事っていうのはあのこう流れのある生きることにつながるものというよりは、その中の一部分とかタスクとか、そういう意味合いがあるのかなというふうに、この議論が進んできました、うん、はい、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ最後にこちらのグループから。私たちのグループは学生と社会人の違いって何だろうっていうので、まあ、まずその違いっていうところから出発したので、そのまず明確な違いっていうのは、精神的経済的に社会人の方が学生よりも、まあ、独立しているだろうと。で、例えばっていうその例としては、あの独立しているからこそ社会人はその工夫の余地が、お互いその何か仕事を割り振られた、あるいは宿題を課された、それに対してこなすっていうのは同じなんだけれども、より社会人の方がその工夫の余地があるとか、自分の意思で何かその問題設定というのも自分でこう新しく作れるっていうので、自由意思がより働くっていう違いっていうのが出てきたんですけども、違いを考えていく中で、でも結局その同じようなこなすよねとか、あるいはその結局規範とかルールに縛られているっていうのはお互いだよ、お互い同じだよねっていう、同じな点っていうのも結局出てきて、でその結果としてって言いますか、その途中なんですけど、その新しいその他の論点として、その僕らがその学生社会人っていうふうな、そのお互いのその違うイメージとイメージのついたその言葉、学生とか、あるいは学生が指すその社会人っていう言葉に対するその違いっていうのは、結局そのお互いを違う生き物だと見なしているからこそ、あのできている違いで、本当はこういう同じ点っていうのがあるんじゃないかな。はい、ありがとうございます。どのグループにも共通していることだと思うんですけど、議論する中でいろんな立場が出てきて、でそれぞれその、意見を言い合う、自分の意見を言うだけじゃなくて、それに対してあのどうするどういうことっていうふうに聞き返すっていうような形で議論が進んだんだなっていうのがよくわかる、よくわかりました。そうですね、例えばこちらのグループは働くと仕事をするは違うのかっていう、テーマでしたけども、そうですね、これ同じだって考える人はいなかったんですか？違うと。でその違いはどこにあるのか、それについていろんな意見が出てきて、あのだんだんその生きることとのつながりなんかも出てきて、議論が深まっていったのがよくわかりますし、こっちの学生と社会人の違いってっていうことでも、そのこういう違いなんじゃないかっていうのに対して、いやそれじゃなくて別の違いなんじゃないか、あの最初こういう違いなんじゃないかっていう考えがあったのに対して、いやそこはそんなに違わないんじゃないの、なんていうふうに、ある意見があって、それに対する反対意見があってっていうふうに議論が深められていっていますよね。でこちらの方も、はい、すごくあの働かずに生きていけるのかっていう一見抽象的なテーマに対して、すごいいろんな具体例を出してくださって、自給自足の人はどうなんだろうとか、そうですね、子供はどうなんだろう、高齢者はどうなんだろうっていうふうに具体的な人の生活を思い浮かべながら、このテーマについてすごくあの実り豊かな議論をしてくださったなと思います。はい、いやどのグループも素晴らしかったと思います。ありがとうございました。
でそろそろ時間なんですけれども、最後に簡単に、僕からまとめ的な話をして終わりたいと思います。まあ、このワークを通じて僕が何をしたかったのかっていう話でもあるんですけども、基本的にはすごく皆さんのおかげでいいワークショップになったと思っていて、問いを作るっていうことを通じて皆さんすごく哲学をしていました。哲学をするっていうのは実はそんなに簡単なことじゃなくって、その問いを与えられてそれについて考えましたっていうだけだと哲学したって言えない場合があるんですね。その哲学カフェとか哲学対話っていったような場があって、そこに人が出かけると、まあ今日何話すか決めましょうって言ってテーマを決めるとこから始まるわけなんですけど、その決まったテーマってまあその参加者の誰かが考えたテーマですよね。でそれ以外の人は、まあそれでいいですよっていうふうに同意して考えるんだけども、必ずしもみんなが自分ごととして考えられるわけじゃないかもしれないと。で今日は問いを最初に作っていただくっていうことに重点を置いて、皆さんに問いを作ってもらって、それを皆さんで選んでもらったので、すごくなんていうのかな、自分の問題として哲学の問題を考えてくださったんだなと。皆さんが選んだ問いはどれも哲学的と言える問いだったと思います。でそれについて皆さんがしてくれた議論も、働くこととか生きることっていったような抽象的な概念についてその意味を掘り下げて考えるという営みになっていたと思うんで、これはもう哲学したと言っていいと思います。はい。で、問いを出すことはすごく大事だっていう話を、最後にしたいんですけども、ベンサムっていう哲学者がいまして、この人はいろいろいい問いを出した人なんですね。この人は18世紀から19世紀のイギリスの人なんですけども、例えば同性愛はなんでダメなのっていう問いを出したと。その当時イギリスとか、まあ、西洋では同性愛はダメっていうのが当たり前だったわけですね。同性愛っていうのは神の教えに反するものだと。だから同性愛者はそのことを大っぴらにはできないわけです。しかしベンさんは同性愛ってその当人同士だけで、やってる限りではその人に迷惑かけないでしょうと。同性愛者がいることで損する人ってそんなにいるの？いないでしょっていう議論をしたと。こういう問いを立てる人っていうのは当時あんまりいなかったんですね。でベンサムがこういう問いを立てたことによって、同性愛ってな本当はダメじゃないんじゃないかっていう議論が出てきて、今は多くのリベラルな人は同性愛って別にダメじゃないっていうふうに考えてますよね。さらに、ベンサムは人間は動物を好き勝手に扱っていいのかっていう問いを立てたんですけども、これもまあキリスト教の伝統が支配的だった西洋では人間は動物を好きに扱っていい、なぜなら、神様は、自分に似せて人間を作ったと。神様が作ったものの中で人間が一番偉い、だから人間は他の動物をまあ殺して食べてもいいし、道具として使ってもいいと、まあ、そういうふうに考えられていました。しかし、人間は苦痛を感じる、それと同じように動物も苦痛を感じるはずだと。だから、その点では人間と動物に差はないんじゃないかと。だから人間が動物を好き勝手に扱っていいっていうことはないんじゃないかっていう問いをベンさんは立てたわけです。で、この考えも当時はすごく斬新なものだったけれども、その後広まっていって、今はその動物解放運動とかいろいろあって、動物に不必要な苦痛を与えちゃいけないって考える人が多いですね。そんなふうに、問いを立てることによって当たり前のことが揺さぶられて、世の中が変わるということがあります。学問的な問いっていうのは物事を明らかにする、
ために立てられると。で、物事を明らかにするっていうのはとても価値のあることなんだけども、それだけじゃなくって問いを立てることから、世の中が変わる、現実が変わるっていうことがあるわけですね。だからそういう点でも問いっていうのはすごい力を持ってると。で、まあ、今日は哲学塾っていうことで、その問いを立てることを通じて皆さんに哲学してもらったわけなんですけど、これは全然特別なことをしたというふうに考えてほしくなくって、日常生活の中でもできるようなことなんですね。問いを立てて、それを使って議論したり自分で考えたりする、これは日常生活の中でもできることだと。で、そのことを通じて物事が明らかになったり、その現実が変わったりするっていうことがあるかもしれないので、問いを立てるのは大事だと。これは僕がわざわざ言うまでもなく、皆さん今日やっていただいたことを通じて感じていただけたんじゃないかなと、思っているんですけども、そういったことをちょっと、持ち帰ってですね、いい問いを生み出せましたか。いい問いを生み出せたとすれば、それを持ち帰ってください。そして、これからもどんどんいい問いを出してください。というわけで、今日のワークショップは、これで終了となります。どうもありがとうございました。